振り返っていきましょう。ホークスの先発はモイネロ。1回です、2アウトランナーなしから今日戻ってきたノイジー、フェンスダイレクトのこれがツーベースヒットで、近本止めたバットだったんですが、はい、広瀬懸命のプレー、内野安打。ちょっとこれピンチだったんですが、そうですね、必ず行きます。三振です。三振ショーの始まりでもありました、はい。そして2回です、ワンアウトランナーまた1塁2塁とまたピンチを招いて、木浪4-6-3と渡るダブルプレー。このダブルプレーは大きかったですね。で2回です、タイガースの先発は伊藤将司。ワンアウトランナーなしから近藤がチームの初ヒット、センター前に運んで、そして当たっている柳町、いい当たりだったんですね。そうですね、正面だったですね。ここもダブルプレー、お互いにダブルプレーでチャンスを許します。4回です、ワンアウトランナーよりまたピンチになったモイネロですが、渡辺を三振で、昨日のラッキーボーイの豊田、いい当たりだったんですが、はい、ファーストライナー、ここもゼロに抑えます。で4回です、2アウトランナーなしから山川がライト前のヒット、まだ長打は出ません山川。しかし温度、これもいい当たりだった。そうなんですよね、いい感じでスイングできたんですけどね。ライトライナー伊藤もゼロに抑えます。で5回です、モイネロに対してワンアウトランナー2塁、ここもチャンスだったんですが、森下三振、高めのまっすぐ、そして中野も三振、力強かったですね。力強いね、ここもゼロに抑えましたモイネロ。そして5回の裏です、2アウトランナーなしからプロ初スタメンの笹川、プロ初ヒット、そして今度は盗塁、本当ここも行きましたよね、自分にやってくれましたね、はい。そしてランナーを置いて広瀬、本人まっすぐ出てきましたが、キャッチャーがインコース構えたのを甘めに入ってきましたよね。それを逃さず行きましたね。プロ初ホームラン、それが1号ツーランホームラン、ホークスが均衡を破ります2対0。6回です、ワンアウトランナーが2塁、またピンチになりますが、原口を三振、渡辺これも三振です。おいでろ20個、はい、この時点で取りましたね、自己最多、はい。で7回です、おいでろ行きます、豊田を空振りの三振、坂本も三振、12個目。で木浪をセカンドゴロ、三者凡退に抑えて、まさにモイネロは、はい、なりました。モイネロは7回12個の三振です。そして8回です、勝ちパターンの松本、ワンアウトランナー1塁からノイジー三振、そしてホールインが失敗、三振ゲッツ、はい。ホームが遠いタイガース、そして9回です、ツーアウトランナー1塁、オスナがマウンドに上がって、代打の佐藤輝明三振、試合終了。代打構成できましたけど